ぜひ日韓関係を前向きに進めるためにもですね、政府一丸となった対応をお願いしたいと思っております。日本海でおととい、韓国軍の艦艇が海上自衛隊の哨戒機に攻撃前に位置を測るための火器管制レーダーを複数回にわたり数分間照射しました。韓国側は哨戒機を追跡する目的で使った事実はないと発表しています。明日の局長級会談に出席する外務省の金杉アジア大洋州局長は今日午後ソウルに向け出発しました。協議に先立ち金杉局長は外交当局間で意思疎通をしていくと述べました。